はい、ええー、皆様聞こえていらっしゃいますでしょうか。ええー、トップバッターになりましたえー、森永と申します。えー、本日はあの、えー、セミナーの趣旨からしますとだいぶ古いところをやっておりますので皆さんにとってはあの聞き慣れない、えー、お話が多いかと思います。えー、けれども、えー、まあ、とりあえずあの よろしいいでですすかいい番目し出てこなますか、はい、はい、失礼いたしました。えっ、ー、と はいえー、私の専門はあのロシア史でございまして、大体18世紀から19世紀の時代をやっておりますので、えー、と本日のまさにあの現代経済をやっていらっしゃる皆様からすると、だいぶ古い時代をやっているということになります。えー、ただあの、少なくともあのアラスカの問題を見ていくにあたりまして、そのアメリカにおける、えーまあ、資源問題。 それから現在のロシアの立ち位置というのを考える上で歴史的な経緯というものもある程度知っておいた方が皆さんとしても現在のロシアアメリカ関係を理解する上では参考になるかなと思いましてだいぶ情報を端折った形ではございますけれども概要をご説明させていただきたいと思います。とということで まずはあのもうすでに,あの教科書などに世界史の教科書などに書かれているような簡単なご説明から入っていきたいと思いますけれども、そもそもあのアラスカにあのロシアが領土を持つに至ったその背景ということで、まずはその毛皮というのがまず第一に入って,入ってきます。毛皮といいますと、ロシアにとってはもう本当に古い時代からあのまあえ最も売れる商品。 としてえーまあ、経済的な基礎の商品であったわけなんですけれども、それがあのシベリアにあの進出をするに至る、えー、その短所になったのが主に16世紀ということになります。えー、いわゆるあのイワン来帝と呼ばれたイワン4世の時代。 火山繁国というタタール系の国家ここを、それからアストラハン繁国というアストラハンにあったタタール系の国家を征服した時期に、その火山繁国の属国だったシビル繁国というのを征服したというのはまず短所になります。 えーまあ、あのいわゆるシベリアという名前、名称、これはあのシビルハン国という、えー、国家の名前が、えーまあ、も語源になっているんですが、えー、そもそもシビルハン国なので、シビルというふうに言ってるはずなんですけど、なぜか日本ではシベリアと言っていて、おそらく、サイベリアと、英語読みのサイベリアとあのシビルがどごっちゃになって、こういう名前になっているのかなというふうにあの思いますけれども、えー、一応、そのシビルハン国が語源となっております。 でこちらに進出するにあたって、もちろんあのロシア政府も関わってはいるんですけれども、ロシア人のけが業者たちに対して特許を与えて、その民間のけが業者たちがそこに植民活動をしていくということによって、だんだんとその東の方に進出をしようとしたということがあります。その時に シビルハン国のクチムハンといったような人物がイワン4世に対して、自分たちはロシアに帰属するんだと、従属するんだということを約束して、毛皮の効能、効能という意味で、このヤサクというチル系の言語が使われているんですけれども、ヤサクを献上いたしますということを約束しました。 ところが、えー、そのロシアの民間怪我業者であるストロガノフ家が、えー、植民事業を始めたあたりから、どうもこのプチムハンというのがあの反抗し始めまして、でえーまあ、この地域がだいぶあの成長的に不安定化をすると、でそれに対して、えーまあ、ストロガノフ家が雇ったコサックであるイエルマークという人物が政党を行って、それでシベリア征服しましたというのは、いわゆるシベリア征服の始まりということになっております。 でえー、この旧シビリハン国というのは、現在のハンティ・マンシ共和国の領域に当たります。えー、つまり、ここのあたりにはそのハンティ、いわゆるあのハンティ・マンシの民族がいたところということになるんですけれども、そこから、えー、ロシアがシベリアを征服して、オホーツクに到達するのに約70年くらいかかったということで、とはいえ、あのまあ、早いといえば早いし、あの遅いといえば遅い。えー まあ、遅,い遅くなった理由としては、あのこ,のこの当時あの、少なくともシベリアの地理状況というのが分かっていなかったので、とりあえず河川を伝って進んでいくしかなかったと、えー、そのためにあの北極間沿岸、そして帯、えー、川、イルティシュ川、レナ川といったようなタイガを伝って、えーまあ、東へ東へ、まあ、時にはあの南に下り、えー、北に上りというような形で進んでいった結果、あの最終的にはオホーツク海まで到達をしたという、まあ、経緯があります。 であの当然、先住民の抵抗があるわけなんですけれども、当時の先住民は基本的にあの弓矢が武器です。で、あのロシアはだあの大体16世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパの,あの軍事革命の影響がありまして、銃、え、器、ー、を使うようになってきます。で、こうしたあの武器の違いということもありまして、でなおかつこの地域にはあの統一された国家というものが存在していなかったということで、えー、まあ基本的にはあのまあ早いといえば、 早くこ、えー、この地域を征服すすることとがができたという経緯がありますで実際あの、この時代、そのロシアの国庫に、えー、占めていたその毛皮の,あの比重というのが非常に大きかったということもありますので、この地域で納められる野策としての,あの毛皮というのが非常に重要な収入源になっていたということがあるわけですね。えー、それからあの、まあ 17世紀後半になってきますと、その動きというのが南下していって、清朝、中国の方と接触をしていくというような経緯があったわけなんですが、この絵というのは、スリコフというシビリア出身の画家が描いた非常に有名なイエルマークのシビリア征服という絵で、あくまでも後の時代に描かれたものに過ぎないわけなんですけれども、これを見ても分かりますように、古作たちは船に乗って、 まあ銃であの攻撃をしているのに対して、先住民の側は弓矢でえそれをあの迎撃しているという、そういうあの様子というのが非常に生き生きと描かれている絵ということになります。これはあの私の、えー 本からあの地図をあのちょっと使わせていただ,きたい,ただいたんですけれども、も、まあ、ともとはジェームズ・ギブソンという方の地図をあの使っているわけなんですが、えー、まあこ,のこちらの地図でも分かりますように、基本的には河川を伝ってどんどんあの進出をしていたというのが、このえ地図からもある程度お分かりになるかと思います。 であの意外なことにあのカムチャツカ半島の制圧っていうのは少しあの遅れまして、えっと、18世紀初頭になってようやくなんとか制圧ができたというような感じで、えーまあ、そういう意味では、カムチャツカに至るのは少しあの後の時代になってくるわけなんですが、まあ、そのことがその,後のあのロシアの毛皮事業にもの推移、えー、にも影響してきます。えー であのこの毛皮の問題というのが、実は露心関係とも非常に密接に関わっております。それはなぜかというと、ちょうど17世紀の時期になってきますと、ヨーロッパの毛皮需要が減少してきます。それはモードの変化、毛皮ではなく、いわゆるバティックであるとか、さらさと目織物といったような。 素材というものがファッションに取り入れられていき、毛皮,を毛皮自体をふんだんに使うということが減っていったということと、ヨーロッパにおけるさまざまな戦争、それによって流通ルートというのが遮断をしていくというような、こういう問題があり、なおかつ17世紀に明朝から交代した清朝の場合は満州貴族。 モンゴル系の満州貴族が支配者でしたので、彼らの衣服に毛皮が非常によく使われていたと、これは非常によく知られている話なんですけれども、その関係で、市に対してぜひ毛皮を売りたいという意欲がロシア政府の側には。 ありました、えー、ですが、えー、まあロシア政府が正規のルートで施設を送ったのに対して、えー、コサックのような、えー、まあ必ずしもあのロシア政府の正規の指示のを受けていない人々がアムール川流域の方に進出をしていったがために、そこであの国境紛争というのが起こっていきまして、まあ、その戦争の結果として、ネルチンスク条約というのが結ばれるんですが、えー、まあこのネルチンスク条約というのは、要はあの安全保障的な意味合い、えー、というのが非常に強くて、真、えー、の側からすると、 貿易をて与えてやってるからこれ以上攻めてくるなという、まあ、そういう条約でもあったということですね。えー、それによって、えー、ロシアはあの、まあ、超高貿易け形式で、えー、市に対して、えー北,京えー、北京貿易のための,あのキャラバンを送るということをこのネリチスク条約以降始めます。えー、ただ、えー、とこの時の時を取り巻く、えー、モンゴル モンゴル諸国の情勢というのが非常に複雑でして、そのモンゴル諸国の間の争いというのが、このロシアとの関係というのにも関わってきます。 でえー、特にそのロシアの方に逃げていく、えー、モンゴル系男子、えー、はその,の、えー、その他の民族というの人々というのがいてそれが清朝に対する貴族問題と関わってい,くいったがために清朝の側がこの北京貿易を遮断するということを、えー、しようとするんですが、えー、ロシア側はあのとにかく貿易がしたい清朝側はお前,お前らとは関わりたくないという、まあ、このあのお互いの、えー、認識のずれというのがわり、えー、とあのはっきりあったわけなんですが、まあ、最終的に 的には、えー、キャプター条約を締結することによって、まあ、国境線を確定して、その、えー、国境線の上に、えー、まあ、お互いの自由貿易拠点というのを作ろうということが、えー、まあ、決められます。えー、まあ、これはあのバーター貿易、つまりあの貨幣を介在しないあの物々交換の貿易であるとか、まあいろいろなあのまあ条件があるわけなんですが、まあ、今日のお話の本筋ではないので、こちらの方は詳しくはあのしないで、えー、次に行きたいと思います。 でこのキャプター貿易において、何が問題であったかというと、密輸が非常に頻発していたということです。なぜならば、このキャプター貿易、最初のはあは、毛皮を取り引きしちゃいけないということが決められていて、あくまでもロシア政府が募集をするその北京貿易のためのキャラバンだけで毛皮をあの北京に持っていけと。 い、えー、いうようよなあの仕組みを作っていたわけですねところが、えー、実際にあの蓋を開けてみると、あのもうキャプターで勝手にあの密をする、えー、民間業者があまりにも、えー、多くてであの、それを抑えきれない、えー、という実態があのずっとあったわけで、そのためにロシア政府は毛皮の利益を自分たちで独占するということがもうできないというふうに諦めるわけですね。 そこで、1762年からキャプタに、キャプタで怪我を輸出していいよということをようやく認めるんですが、そこで、そうすると、ロシア側は、ロシア政府の側が利益を取れなくなってしまうので、どうしたかっていうと、関税をかけるということを取り決めました。で、これは実はキャプター条約違反なんですね。キャプター条約では少なくともお互いに関税はかけないと。 無関税、相互無関税という約束をしていたにもかかわらず、それをあの堂々と破り、なおかつそれを慎重に知らせずに,せずにいたということで、そのためにあの慎重側があの、まあえー、ロシア政府が勝手なことをやっているということで、しばしば、えー、この貿易の停止なども起こったりとかしています。 ただ、あの実態としてはこのキャフタ貿易というのは事実上、真に対するけが、えー、を輸出するための貿易で、なおかつ、えー、ロシア側にとっての黒字、新朝側にとっての赤字貿易になってしまったという側面がありまして、えーまあ、そのようなあの貿易として機能をしていくわけですね。 えただ、このキャプタ貿易というのが、その真に対して毛皮を輸出するための貿易であるからして、シビリア産の毛皮というのをどんどん輸出していくわけなんですが、それによってシビリア産の毛皮は乱獲をされていきます。黒天なんかが一番あの有名なわけなんですけれども、そういったあのまあ高級毛皮を,えをあのえ取れる毛皮銃というのがどんどん乱獲をされていくわけですね。 でまあ、あの黒点はもちろん量は少なくなっていくわけなんですが、えー、ごめんなさい、失礼しました、ここで、えー、リス、キツと書いてありますが、キツネでございますで、大変申し訳ございません。えー、リスやキツネを中心に、まあ、大量に輸出をしていくということになります。 でそこでいよいよそのアラスカとの接触に移っていくわけなんですけれども、えー、ロシア人がその太平洋に進出をした、えー、太平洋の探検を始めた経緯としては、1648年に、えー、やはりあのコサックのセミョン・デジノフという人物が、えー、カムチャツカに進出をしていったときに、そこからベーリング海峡を渡ったという伝承がございます。たただこれに関しては、えー、確たる証拠 えー、つまり、えー、実際にここ渡っていったんだというような記録上の証拠というものはないので、あくまでもあの伝,承、えー、伝承のままにとどまっているというところがあります。えー、ただ、少なくともこの時期まで、古作というのがシベリア,シベリアを、えーまあ、征服、制圧して、そこからさらにカムチャツカ半島、えー、太平洋に進出していく上で、非常に重要な役割を果たしたというのが、このあたりの経緯からも見て取れるかと思います。 で同じく1695年に同じコサックであるアトラソフという人物がカムチャツカを探検して、ここで征服事業を行っていくんですが、その経緯でラッコを発見します。でここにもちょっとあの、えーまあ、中で入れておいたんですけれども、そのラッコというのは、あのビーバーと非常によく似た動物です。 動物なわけなんですけれども、それに対してラッコというのは海の生き物です。つまり、えーと 海,に海で漁をしなければ取れない動物なんですが、これは生息している地域というのが、だいたいカムチャツカ半島からそのアメリカ北西岸の、要するに北太平洋沿岸地域にしかない貴重な動物ということで、しかもあの、まあ、黒天のような非常に滑らかで光沢のある毛皮が取れ、なおかつ、一枚の皮っていうのが、ラッコがとても大きいですので、その皮っていうのは非常に大きいわけなんですね。 えー、ということで、これはあの18世紀にはあの、えー、ヨーロッパにおいて非常にあの、えー、人気のある毛皮になっていきます。えーまあ、ビーバーがあのいわゆるビーバーハットと呼ばれる、えー、帽子の素材として人気になったのに対して、ラッコっていうのは、要するに、えー、ビーバーコート、えー、ごめんなさい、えーと、ラッコ側で作られたコートなどの素材として非常に人気になっていくということですね。はいえー、ということで、えー、とこの、えー、時期に行われたベーリング探検。 というのが、えー、よく知られているかと思うんですが、このベーリング探検については、これをあの指示した人物として、えーま、ピョートル一世というのが人物が非常によく知られているわけなんですけれども、えー、実は彼がその、えー、指示を出した、えー、あとすぐ後に、えー、ピョートル自身は亡くなっています。 えーネバ川にえー落ちてしまった自分の部下をあの引き上げるために、自分で自らの川に飛び込んで,で、それを引き上げて、引き上げたはいいんだけれども、その後と灰にかけて亡くなるというまあ壮大な、い,いかにもピョートルらしい亡くなり方をしているわけなんですが、そのえまあ探検を指示されたこのビトゥスベーリングという人物は、彼自身はえデンマークの出身です。 えーまあ、この時期の、えー、ロシアの海軍というのはこうした外国人というのはよくあの雇われていたということが知られているわけなんですがまずはとにかくそのアジアと、えー、アメリカ大陸というのが接続しているのかどうかというのがこの時期、えー、ヨーロッパの地理学会において非常に重要なあの、えー懸,案とえー、懸案というか疑問になっていたということで、えーまあ、それを、えー ぜひあのやってくれる人物として、えー、ライプニッツという当時の知識人があのぜひやってくださいというふうに煽ったという、まあ、そういう側面がございます。ちちなみにこちらの方が、えー、そうした ロシア側の探検の結果、できた、書かれた1758年の地図ということになるわけなんですが、この地図、を見ていただくと分かりますように、カムチャツカ半島までのあたりは非常に詳しい地図になっているんですが、その先のアラスカからアメリカ北西岸、そして内部のあたりの地域っていうのは、非常にぼんやりとした。 地図になっていることがお分かりになるかと思います。つまりこの1558年の段階において、ヨーロッパにおいてもこのここにこのアラスカ等の地理というのは全く分かっていなかったというのが実態だったわけなんですね。はい、えー。まあこうした。えー 経緯がございまして、えー、少なくともロシア,が、えー、ロシア人があの北太平洋に進出をして、えーまあ、ラッコ漁やアザラシ漁というのを、えー、やるようになっていくわけなんですが、えーまあ、その過程であの怪我事業がどんどん遠隔化をしていきます。ももととシベリアであの、えーまあ、先住民に、えー 毛皮を納めさせていただけだったのが、自ら遠いところに出かけていって、漁をやらなければいけなくなる。ただ、その漁に関しても、例えばアリューシャン列島のアリュート人という先住民を強制移住させて、彼らを労働力として使って、漁をやっていくことによって、毛皮を獲得するということをやっていたわけなんですけれども、その毛がが運ばれていく場所として、まずは北太平洋、 ムャツカ半島等から、えーまあ、イリクズクというところに運ばれて、そのキャプターの後輩地である、えー、その都市にあの、えー、怪我を集散した上で、えで、ー、まあ、キャプターに持っていって中国に売るという、まあ、こういうルートが出来上がるわけですね。で、えーまあ、そうしたルートが出来上がった時期、18世紀の後半。 なんですけれども、えー、南ロシアのククルスクというとところがあります、えー、南ロシアといっても、まあ、かなり北の方なんですけれども、えー、そのシェルホフ,フという人物が、えーま、シベリアに移住をしまして、えー、そこであの最初は、まあ、手代から始めるような形で、えーまあえーまあ、だんだんとあの,のし上がっていくわけなんですけれども、そこから毛皮事業に本格的に参入をするようになります。 えー、そして1775年に実はそのエカテリーナ2世の命令による日本沿岸探検航海これにも実はあのシルフは加わっておりまして、えー、ですがあのシルフ自身は結局その日本との、えー、交易というのが、えー、まあ 失敗というか、えー、できなかったということで、まあ、この地域の,あの毛皮事業には彼はあの見切りをつけます。見切りをつけて、えーであのー、シベリアに、シベリアというかイルクーツクに戻った、えー、後に、彼は、えー、と自分の、あのーえー、雇っていたゴリコフという、まあ、大商人と一緒になって、ゴリコフシェルホフ会社というのを、えー、作ります。 でそこで、えー、彼は本格的に北アメリカ西岸部の,その探検事業というのを始め,始めていきます。えー、そして、まず出始めとして、そのコディアク島、えー、アラスカのコディアク島というところに、えー、ロシア人が、えーそのえー、毛皮事業を行うための拠点としての居留地、ここの建設を始めます。で そうした活動の成果を引っ提げて、彼は1787年と88年の2回にわたって、エカテリーナ2世に対してアラスカ事業を行いたいと、そのための特許を与えてほしいということで、請願をするわけなんですが、これは実際に2回目の請願の時にはサンクトペテルブルグまでやってきて、なんとか有名な貴族たちに根回しをするんですが、これ、エカテリーナ2世は拒否します。 向きの理由えー、よく知られている表向きの理由としては彼が出した請願書の中に先住民をたくさん殺したと。 いうことを非常に自慢げに語っていたということで、それに嫌悪感を示したということが言われているわけなんですが、まあ、実際、拒否した理由というのは、外交上の理由が一番大きい,か大きいと思われます。まず、それは、ロト戦争が始まったということと、それから、対スウェーデン戦争が始まったということで、戦費調達にあの国庫の財政が使われているので、その少なくともあの遠隔地である北太平洋の毛皮事業のために、その金を出すなんてことはとてもできないし、特許を与えても、あの 対しして利益ははないいとうううふに彼判断たよですそれからもう一つ、1776年から80年にかけて、キャプテン・クックの第三次太平洋探検、これが行われております。で、実はこの時期、18世紀後半のロシアの貿易、ロシアの対外貿易で、一番、 大きな比率を示していたのが実はイギリスです。イギリスはあのロシアにとって、えー、まあ、特,特にあの。えー 造船のための木材であるとか、そういったような一次産品を買ってくれるお得意様中のお得意様、えー、特にイギリス海軍が非常に重要な顧客だったらしいんですけれども、そんな状況がありましたので、イギリスがそこに進出をしているということになると、そこでイギリスとことを構えるのは困るということで、とてもじゃないけれども、何か紛争が起こりそうなこのゴリコフ・シェリフフ会社の請願というのは受け入れられないということで、却下をされてしまったということがあります。 で、実際、あの、えー そのキャプテン・クックの航海のが行われていたときに、コディアクトに滞在していたロシア人のけが業者であるイズマイロフという人物、クックの太平洋航海記の中でイズミロフというふうにあの書いてますけれども、イズマイロフですえと接触して、実際にお互いに地図情報を交換したというような、そういうあのこともえ記録もありまして、この地域というのがだんだんとそのロシアだけではなくて、他のえーヨーロッパ諸国のあのにとってもあのえ重要な開発地域として認識を されつ,つあったという、えー、ことが見て取れますでこれもあの私の、えー、本から持ってきた地図ですので、えー、ちょっとあの見,に見づらいかと思いますけれども、えー、とヨーロッパ、えー、諸国にとっての、えー、この地域の、えー、重要な拠点ということで、えー、赤い赤い まであの囲んでおきましたけれども、ここであのサンドウィッチ諸島、えー、ハワイ諸島なんですが、これ、実は、えー、とアメリカ北西岸において、えーと、毛皮事業を行っていたときに、その毛皮事業は基本的に冬に行われます。つまり、えー、とこの冬の冬時期に一番あの 密ないいい毛皮が取れるとうことでこの時期に毛皮を取るんですけれども、その毛皮を取った後と、それに参加した労働者たちが休息するための場所として、このハワイに戻ってくるということが行われていて、少なくともイギリス、それから他のアメリカ合衆国。 あとで独立をしますと、アメリカ合衆国の船員たちにとっては、このハワイ諸島、サンドウィッチ諸島というのは、アメリカ北西岸の事業において非常に重要な拠点になっていたということが知られております。ということで、こちらのあの18世紀後半に行われたフランスのブーガンビル、それからイギリスのキャプテン・クック、それから同じくフランスのラペルーズの航海のけけ ということなんですけれども、えー、だんだんと、えー、先ほどの地図にあったように、えーとまあ、アメリカ北西沿岸の、えー、地理情報というのはわからない状態というのが、だんだんとその探検によって明らかにされていく過程というのが、えーまあ、18世紀後半に一気に起こってきます。あらすみません、進まなくなってしまったのですが、あすみません、はい。 はい、えー で後半部分なんですけれども、いよいよそのロシアアメリカ会社という会社の成立について解説,解説させていただきますけれども、ロシア領アメリカという、えー、アラスカにおけるそのロシアの領土というのは、このロシアアメリカ会社の成立と非常に密接に関わっております。えー、シェルフォ先ほどあな名前が出てきましたシェルホなんですけれども、彼の毛皮事業の変化ということで、実は1785年から92年にかけて、あのキャフタ貿易が先ほど言ったその、えー、関税徴収の問題等がありまして、 で、す、えー、すけれれども停止されますで、えー、これによって毛皮事業は縮小して,していく、えー、形になるんですけれども、このゴリコフ・えー、シェリコフ会社と他の,あのイリクーツク商人の,あの怪我業者というのが提携をしていく形で、えー、だんだんとあのまとまっていきます。 えー、そして、えー、で,ですが、1795年、実はシェルフォーが急死をいたします。でこの急死をしたことによって、えーえー、その、えー、ゴリコシェルフォー会社の内紛が勃発をしまして、そこから入り口承認が離反をしたり、かと思えばまたあの急にあの提供したりというようなことを繰り返した結果、えーえー、こちらの。えー と絵に上がっておりますシェリホフ、そしてその娘婿であるニコラビトロビッチ・レザノフ、それからア,ンドレ,アレクサンダル・アンドレービッチ・バラーノフという、このロシア領アメリカに関わる重要な人物たちがいるわけなんですけれども、このレザノフという、レザノフが未亡人であるナタリアと結託をしまして、 シェルホフ家イルクーツク商人が中心の合同アメリカ会社というのが1798年にできるんですね。ですが、それでも未亡人であるナタリアと、それからレザノフはあまりあの満足しなかったようで、さらにそのシェルホフ家の重要性と、それからこれをもっとあの大きな。 事業にするために皇族であるとか貴族を株主に迎えたロシアアメリカ会社というのが成立をします。でこの時にイリクツクにあった本社というのはペテルブルクに移転をすることによって、半官半民会社としてのロシアアメリカ会社が成立をするわけなんですが、その直後にクルーゼン・ステルンの世界就航と、それからレザノフ県立施設団というのをロシアアメリカ会社が援助する形になります。たただしこれは非常に莫大な費用がかかったので 一時期会社の経営会社が経営危機になってしまうわけなんですが、全くこの同じ時期に実はバラーノフえーという先ほど出てきた人物ですね。このえ この絵でいうと、えー、左から3番目の人物なんですが、この人はあのシェリフの信頼,信頼が非常に厚かった人物で、えー、アメリカ市総支配人という立場で雇われた人物です。で、この人がそのアラスカでの,あの統合というのをどんどん進めていきます。で、その中で一番大きかったのは、1802年にシトカ島というところで、えー、とトリンギット人の、えー、先住民の、えー、大反乱が起こるんですけれども、これをあの制圧して、えー、後にそのロシア領アメリカの首都になる。 ノボアルハンゲリスクという、都市、拠点を、作り上げます。で、これがそのノボアルハンゲリスクの、あの、まあ、え、ということになるわけなんですけれども。さらに、このノボアルハンゲリスクでの、あの、バラードの事業というのが、中国の、え、広東貿易。とも、あの、非常に、あの、 重要ながりというのがありますというのも、すでにイギリス船がこの地域でラッコ漁をやって、ラッコその他の毛皮を取って、関東に持ち込んだことによって、関東の商人たちが、そのラッコが非常にいい毛皮だということで、ここで大人気になるんですね。で、ロシア人がその関東に毛皮を持ち込む前の段階で、イギリス船を通じて、アメリカ北西岸の毛皮というのが、 非常にいいものだということが知れ渡ってしまうということでロシア側もその利益を独占しようとしてなんとか頑張るわけなんですが結局その後南の方からイギリスの勢力がそして、えーと 東の方からはアメリカ合衆国の勢力が、えーまあ、進展してくる形で、このアメリカ、えー、太平洋側において、それぞれの,あの拠点というのは作り上げられていきます。ただ、基本的にこ,こ,こちらであの赤丸で囲んだところっていうのは、これロシア側が作った拠点ということになります。えー、あすいません、えー フィンシャロット諸島に関しては、これ、イギリス側ですね、えー、申し訳ありません。えー、ということで、えー、まあこうしたあの拠点作りをしていくわけなんですが、建、え、立、ー、施設としてえ派遣されていたレゾノフが、1806年にまあ首都かの大反乱のあと、アラスカに到着したときに、そこで見たも、えー、大きな問題としては、アラスカは食糧不足であると、飢、え、饉、ー、が起こると、えー、来年、私たちは飢えるかもしれないと。 いうあのそういう非常にあの困った状況というのがありました。そのために、ここにやってきていたアメリカの船であるボストン船、えーこれえー、ボストン船からそのボストン船に積載されている物資をひっくるめて購入するということをやります。でさらに、えー、当時スペイン領だったサンフランシスコ要塞にまで出かけていって、攻撃させてくださいというふうにお願いをして、その時だけあの、えー、実現しております。えー、つまり、えー、このアラスカ経営の、えー、大きな問題点。 まず農業可能な土地がないということ。えー、まあそれはあの記者の方にあ。 えー、あったので、まあ、それは仕方がないんですけれども、常にその食糧不足が起こっていて、でなおかつその、えー、よそからやってくるイギリスやボストン線が、あのこの地域の毛皮資源を得ようとして、先住民と無断攻撃を怠っていたと、まあ、あの無断も何もないわけなんですけれども、えーまあ、イギリス側もその、アメリカ側も、あの銃とか酒とか、ラッシャーといったような商品をあの、えー、少なくともロシア側よりも非常に安く提供できると。 とというここでで先住民のの方方は当然こちらの方と取引をしたがるわけですねでそうなってくると、ロシア側としては、あのその、えー、ラッコの、えー、毛皮などの,あの利益を損なわれるということになるんですが、何しろこの地域、えー、食料が不足しているので、えー、このイギリスやボストン線を禁じてしまえば、自分たちも飢えてしまうという、まあ、非常にあの、えー、困ったあの自家中毒の状態になってしまいます。 でなおかつ、その先住民が、えー、このイギリス戦、ボストン戦を通じて銃を手入手したことによって、ロシア側をあの襲撃したりということも頻発していたので、このことは非常に大きな懸案になっていたということですね、えーまで。それだけではなくて、その落語の枯渇というのもどんどん進んでいきまして、1808年から、えー 現在の,その、えー、とカリフォルニア方面に向かって、えー、その探査を進めていく指示をバラーノフは出すわけなんですが、まあ、そこで建設されたのがフォートロスという要塞です。えー、ちょうどこの時期に、アメリカにいたそのド,イツ系ドイツ系のケガ業者であったそのジョン・ジェイコブ・アスターという人物、まあ、この人物とビジネスとして提供するということを試みます。 ただ時期が非常に悪くて、この時期というのはちょうど第1次英米戦争が起こった時期なんですね。1811年から12年にかけて、この英米戦争が起こったことで、このアストリアというところを建設していたにもかかわらず、これはもうイギリスに攻め落とされるというふうに見たアスターがさっさと手を引きまして、結局これも成功しなかったという状況があります。でまあ、そこでしょううがなくそのロス要塞という のがえー、ロシア領アメリカにとっては一番南の、えー、拠点ということになるんですが、まあ、ここでの食料生産が期待されていたのに対して、そのえー、ロシア領アメリカが必要としていた食料に対して、まあ、非常に不足していたと。 でなおかつ1830年代にはこの地域のラッコ毛川・ケガワの生産というのもあの減少していたということで、まあ、基本的には赤字経営になったということで、えー、もうこれも1841年には売却されてしまいます。でそこからえようやく最後にあのアラスカの売却の話になってくるわけなんですけれども、まず1819年に先ほど名前が出たバラーノフという人物が引退をします。まあ、ここれれは年齢的な問題ももあるんですけれども、えー、彼がその引退した後にこの地域 のであのアラスカ総督としてに、えーまあ、就任した人物っていうのは基本的に海軍士官。 の人たちになっていきますつまりバラーノフの時代まではロシア人毛皮業者が主体となった運営であったのがその海軍士官を、まあ、トップに据えた形での運営へと変わっていき急速にこの会社が官僚化をしていきますそして1823年のモンロードクトリンの時には、まあ、ここでロベ条約が結ばれて北緯55度以北までがそのロシア領であるという約束をされまして北緯,緯55度以北 55度,55度、えー、以南は、えーまあ、一応自由貿易圏ですよというふうにあのお、えー、アメリカ政府との間で合意ができます。 でえーまあ、だんだんこの地域での,の毛皮事業というのがあの衰退をしていくわけなんですが、えー、1828年にそれまでほったらかしにしていた、えー、ウルプト、えー、ここでの植民事業が再開をします。えー、でここはあのもうすでにシェルフが植民団を送っていて、えー、一旦そこがあの忘れ去られてた、えー、んだけれども、忘れ去られていた間にあの大量の毛皮を取っていたのをそれを持ち帰って、なんとかあのアメリロシアアメリカ会社の危機器が復活をしたという、まあ、そういう経緯があるところなんですが。えー そのゴルフ人事件などがあって、ここを一応、干渉したいにするというような約束事もできていたという、そういうあの因縁の場所なんですね。えー、でしばらくあの放置をされていたので、えー、この辺りの落下、それからあの新しい等の毛皮資源というのは、非常にあの、えー、またあの、えー、まあ温存されている形で豊かになっていたので、ここでの,あの毛皮事業というのが行われるようになります。 でそのためにその、毛、え、皮、ー、事業の中心がアラスカであったはずなのが、今度はまた千島へ戻ってくるというようなあの経緯があるんですが、ここでの毛皮のというのも1840年頃にはもう枯渇をしまして、撤退をするということになります。で、このようにそのロシアアメリカ会社は、とにかく毛皮事業ということにあの固執をするということが、えーまあ、特徴としてあったわけなんですが、経営の多角化という意味では、非常に失敗したと言わざるを得ない。 1850年になってようやくその捕鯨業にもあの手を出し始めてそのロシアフィンランド会社というのを設立するんですが、えー、これはそのクリミア戦争が勃発をしたり、えー あすいません、これもちょっと誤職ですね、えー、エフスの海上封鎖ですね、申し訳,申し訳ございません、えーと、海上封鎖によって、その操、えー、業が停止をするというような、あのえーまあ、イレギュラーなことがあり、まあ、結局、最終的には、えー、この会社も生産することになってしまったと。ただ、少なくとも日本が開国をして、プチャーチン施設さんが送られてきたとき、このとき、あのロシアアメリカ会社がこの船を提供しておりまして、えー、その日本との交渉のときに、その毛皮商品などの売り込みをするかけるということをやってるわけですね。 ということはこの時点では少なくともロシア、アメリカ会社は、自分たちの会社がまだその日本との貿易を通じて何とかできるというあの見込みを持っていたということが一つ言えるかと思います。で、あのこの1854年の日露ワシントン条約等を通じて、一応、日本との貿易があの行われるようになっていくわけなんですが、まあ、ただ、19世紀後半の日本とロシアの貿易というのは、思ったよりも伸びなかったということも指摘をされています。 でえー、ロシアアメリカ会社、えー、とそのアラスカの関係として、少なくとも1858年に第3次特許更新があの,の時期が迎えるんですが、えー、これをあの実はロシア政府はあの拒否をしております。でこれは実はあのロシ会社、えー、上層部にとっては意外な結果だったということが。あの 言われてておりまして、えー、少なくとも1858年時の,あの同社の総収入っていうのはえ約100万ルーブル相当あったと、でそのうち、ただしそのうちの,あの60万ブル,ルーブルがあのお茶で、残りが毛皮というような実態になっていまして、結局、毛皮があのその会社の利益にとってえ大きな比重を締めなくなっていったという実態があるわけですね。えー であの特許の更新が拒否をされた後のあの利益というのはだんだんと減少していったというのは、まあ、これはあの事実としてあるわけなんですが、1861年から62年に社氏を編纂しておりまして、この時点でもロシアアメリカ会社がもう解散をするというような明確な、えー、ビジョンを持っていたというのは、ちょっとあの疑問が持たれるところではあります。 えただ、ロシア政府の側は、かねてからその売却ロシア,アラスカの売却というのを,あの打診をえロシア,アメリカ合衆国に対して打診をしていたということがありまして、最終的には1867年、売却に至るわけなんですが、ただその売却の理由については、これはもうはっきりしたことは分かっていません。それはあのその皇帝アレクサンドル2世の元で開かれた秘密会議の議事録というのが残っておりませんので、そのために詳細は不明なんですけれども、え、ー 現在えー、とつい最近、えー、とこのああ、えー、ロシア領、アメリカに関して大きな本を出されたグリニョフさんというあのサンタペテルブールの研究者の方がいらっしゃるんですが、まあ、その方の,あの最近の研究を見ても、やっぱりあのあの皆さんがご,ご想像されるような。えーまあ 基本的なことしか推測はされていないわけなんですが、結局、政治家の判断としては、経済的な植民地とは言えないという判断が下されたということで、まず少なくとも会社は、そこを運営しているロシアアメリカ会社は、けが事業にのみ依存していて、その植民の基礎を作るということができていなかった。と。 えー、他の製造業であるとかその農業の見込みというものは非常に薄い、えー、造船業であるとか、えー、まあ材木業、手工業といったような他の産業を育成することができなかった、えー、というような状況があり、えー、まあユコンガワリューアラスカのユコンガワリューキの金鉱発見は1896年ですのでだいぶ後の時期になってきます。で、そのそこにいたその先住民たちの労働能力としてもあの非常に高い技能を持っているような人々ではなかったという問題が ありましてここがそのロシアにとっての,あの、えーまあ、有望な植民地とは見なされなかったことがその結局、売却に至った理由ではないかというふうに推測をされています。 はいということで、ここまでそのアラスカがあのロシアから、えー、アメリカに売却をされた、えー、簡単な経緯を見ておきましたけれども、この後のとの、えーまあ、現在のロシアとアメリカの関係、えー、経済関係ということを見たときに、この問題というのは一体どの程度、えー、の,どの,程度の,あの、えー、意味を持っているのかというのは、まあ、今後、検討が必要かなと思います。はい、えー、すいません、時間をーバーしてしまいましたけれども、えー、私のお話はここまでさせていただきます。 えー、森中先生どううもありがとうございました、えー、では、えー、質疑応答の方に移りたいと思いますけれども、えー、とどうなったか、えー、ご質問終わりの方は、えー、会場の方は挙手をお願いします。あのキャプター貿易の,あの関税をロシア側が一方的に課したという、勝手に課したという話ですけど、確認ですけど、それは輸出する側のロシアが、 輸出関税を課したという意味ですか。えー、輸出する商品に対して、えー、関税をかけたということで、実は新調側もこっそりとかけてます。で、なおかつえっ、ー、と。 新側がロシアが関税をかけているということを見つけたときには、そのキャプターにあった、えー、税関というのを、キャプターの後ろの、えー、トリツコサーフというところにこっそり移して見えないようにすればいい、えー、それで問題ないだろうということで、えーまあ、いや事実上やっているんだけれどお互いやってないというふりをしてやっていたということですほ、ね、か、はいえー、にご質問おありの方、えー、いらっしゃいますでしょうか。 えー、ズームでご参加の方はチャットでも構いませんし、えー、もしくは、えー、挙手の、えー、アイコン等をクリックしていただいても構いません。あはい。 そのあの毛皮商人たちから見たあの先住民シベリアとアラスカの先住民ってあの対応だとか見方だとかの違いというのはあったんでしょうか教えてください。えっ、ー、とアラスカの先住民とあのシベリアの先住民に対してなんか対応が違ったりだとか、えー、あったのか教えてください。 はい、あの見方というようなあの非常に曖昧かつ、えー、説明しづらいことについてはお答えできませんけれども、あの少なくとも、えー、対応の違いについてはあの言うことができます。えー、というのもあの、えー 少なくともあのアリューシャン列島に生活をし,た生活をしていたアリュート人というのような人々に関しては、彼らを祭祀から引き離して、よそにラッコ漁のためにあの、えー、強制的に連れていくというような、まあ、本当にあの奴隷労働のようなことを平気でやっていたわけなんですが、えー、アラスカに住んでいたその先住民に対しては、先住民の,あの抵抗が非常に大きくて、えー、そんな奴隷化する、奴隷労働化するということが非常にあの難しかった。のので事実上あの彼らとの 間ではその、えー、商品と、えー、毛皮の、えー、取引ということをやっていたけれども、強制的なあの奴隷労働的なことはあまりやっていなかったということは一つ言えます。はい、えー、ありがとうございます。えー、っとチャットの方でも、えー、ご質問終わりの方がいらっしゃるようですけれども、早日ロシア会社の船引き様。 えでしょうかアラスカ等でのコミュニケーションはロシア語でやっていたのでしょうかというご質問が。えと最初の頃はあはどうかというのはちょっと難しい問題なんですけれども、ただ、あのえー、先住民の方でえっ、ー、でロシア人とコミュニケーションを取るために積極的に言葉を覚えて仲介をする人間というのがいて、で後の時代になってくると、そのロシア側が えー、先住民から人質として子どもなどをあの引き取って、えー、彼らにその、えー、ロシア語等の教育をするということをあの事前としてやってるという実態があります。えー、つまりあの最初の頃はもちろんあのコミュニケーションに問題はあったということは言えるかと思うんですけれどもだんだんとその、えー、彼らを自分たちがその教育するということとそれからあの、えー、ロシア政教に改修をさせるということを通じて。えー 彼らに対するその支配というものをあの、えー、強化していたということはあります。はい。はい、えー。ありがとうございます。えー、他にご質問終わりの方はいらっしゃいませんでしょうか。あ、はい。えっ、ー、とじゃあちょっと参りますね。 アジア経済研究所の上田昭と,と申しますごご。ご講演ありがとうございました。一、えっと、点質問させていただきたいのは、えーそのんまあ、現在のロシアの歴史学や、まあ、歴史教育において、ロシア領アラスカというのはどのように、まあ、認識や教育されているのかということをあの教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 えーとあの先ほど名前が出てきたレーザノフなんですけれども、あのレーザノフがサンフランシスコに行って、あのそこであの食料の交渉をしたときに、現地の,あの要塞司令官の,あの娘と恋仲になって、結婚をさせてもらいたいというふうなことを。あのえー 言ったんですけれども結局、宗教が違うということで、ロレーザーノフが一旦戻ってから、えー、そこであの許可をもらってからあの結婚していいよっていうふうなあの許,、えー、許可をもらったんですね。ただ、のその後結局彼はあの帰る途中で亡くなっちゃったので、結局それができなかったわけなんですが、その話をあのミュージカル化したものがソ連時代に作られていて、You know nai a w o えー、というタイトルなんですが、まあ、そういうあの話があのロマンスとしてミュージカルで。 上演されていますであの結局何を言いたいかと言いますと、えー、ロシア人にとってこのアラスカの問題っていうのはまず、えー、プロパガンダ的にはあのロシアの国家に対する貢献をしたというあのそういう愛国的な物語として語られるのと同時に、えー、一般のロシア人にとっては、えー まあ今でもやっぱりロマンを感じる話として受け,入れら受け止められているみたいなんですね。でもちろんあの右派のような形、いわゆるロシア右派のような方たちにとっては、アラスカはもうあのロシアのものだみたいな主張がなきにしもあらずなんですけれども、あの一般的にどうかと言われれば、まあ、どちらかというと、ののかつて昔、そこは自分たちの領土だったんだという、そのロマンを追いかけているような、そういうような受け止め方が強いんじゃないかなと思います。 えーとではですね、えー、ともう一つチャットで質問が来ているんですけれども、時間の関係でこの質問、最後ということにさせていただいてよろしいでしょうか。えっ、ーと,えー、と、梅,梅村、えー、ちょっとお名前がわ、えー、からないんですが、えー、大黒屋光太夫と出会った毛皮業者らの法的地位はどのようなものだったのでしょうかという。はい 18世紀後半、エカテリーナ2世の都市改革の結果、商人の地位というのは、それまで非常に曖昧な法的な地位であったのが、明確、非常に明確化されます、それはどういうことかというと、登録をしている自分の資本額と、そしてそれに見合った納税額、これをちゃんと申告している人間に対しては、第1ギルドから第3ギルドまでの、 地位を与えて第1ギルドと第2ギルドに関しては外国貿易をやっていいと、で第3ギ,ギルドに関しては自分たちが住んでいる範囲だけの貿易取引をやっていいというような、そうしたあのランク付けというものが行われています。それ以前のののロシアの商人というのは自分… 先祖代々、えー、自分の親があの商売をやっている、えー、ないしはあの商工地区というところに住んでいるということで、えー、自分は商人だと名乗れば商人,にな商人というふうに認識をされていたのが、それがあの法によって、えー、誰が商人か商人ではないかということが明確化されていたということですね。えっとでは、えー、第一報告は、えー、この辺で。 えー、終了ということにさせていただきたいと思います、えー、森永先生大変興味深いご報告をありがとうございました